はいこんにちはロッキーです今回はですね「幸せな考え方とは?」という話をしていきたいなと思いますまず最初に幸せっていうのは人それぞれ感じ方が違いますから まあ細かい話をするつもりっていうのはないんですけれども、今回は分かりやすく幸せな考え方について大きく二つに分けて話をしていこうかなというふうに思います。一、まあ、つ目は、周りの人と共感できていると幸せを感じる人。二つ目は、周りの人との共感よりも自分のやりたいことをやっているときに幸せを感じる人。この二つに分けたいと思います。まあ、要するに、価値観の第一位が平等 共感っていう人と、まあ、価値観の第一位が自由だっていうね、えー、人のまあ2つに分けられるということになりますよねでみんなと同じことをやっている時に幸せを感じているっていう人もいれば、まあ、自分らしく自由に生きれている時に幸せを感じる人もいるということなので、まあ、もし自分の幸せがわからないということであれば、まあ、そういう人はまあどっちつかずになっているということですよね まあみんなと共感もしたいし、まあ自由な時間も手に入れたいみたいな、まあ相反する矛盾した考え方になっているということですよね。まあもうちょっとわかりやすく例えると、まあお金持ちになりたいのに遊びたいみたいなね。まあこういう感覚を持っていたとしたら、まあ優先順位の高い方が現実化するわけですよね。まあ極端な話なんですけど、 まあお金持ちになりたいって口では言ってるんですけど毎日仕事する時間よりも遊んでる時間の方が多いんだったら、まあ、お金持ちにはなれないわけですよね、まあ、遊んでいるという時間がまあ現実化していて、まあ、お金持ちになるっていう方は現実化しないわけなんですよねで優先順位がお金持ちよりもまあ遊びの方が上なんだったら、まあ、お金持ちにはなれないということなんですよね で、一旦話を戻すと、まあ、共感もしたいし自由も手に入れたいみたいに矛盾した考え方を持っていると、まあ、中途半端になって、まあ、どっちも思った通りにならないんですよね、まあ、こうなってしまったら、まあ、一番最悪の結果になってしまうんですよ、まあ、こういう状態の人っていうのが、まあ、一番幸せになれないんですよね、まあ、人生は決断が大切だっていうふうに僕は昔から話してますけど まあどちらかの考え方を切ってどちらか一方を選択しないと中途半端になってまあどちらも手に入らないというねま最悪な結末を迎えてしまうということですよね。お金持ちになりたいとうう思っているのにま思い切った決断ができないからなかなか思うように稼ぐこともできないとかまあ例えばまあサラリーマンで独立したいとうう考えているのに会社の人たちに申し訳ないからまあ会社を辞めることができないと。 だけど、独立もしたいから、今の会社にいても仕事になかなか集中ができないと。身が入らないっていうことですよね。でだから、会社での業績っていうのも伸ばすことができないから、まあ、会社の中にいてもね、えー、ちょっと険悪な雰囲気になってしまったりとか、まあ、上司から怒られてしまうとか、というような感じでね、全部中途半端になってしまうわけですよね。まあ、これだったら、まあ、最初から一つに決断した方が幸せになれるんですよ。で 自由と平等って両立するかのような幻想を抱いてるかもしれないんですけれども、絶対に両立するってことはないんですねで。このことに気づかなければならないんですよで。平等っていうのは、みんな同じような結果が出ているということですよね。まあ、それだったら、まあ、人よりも大きな成功を手にすることはできないわけなんですよ。だから、まあ、自由を手に入れるってこともできないってことになりますよね。だから自分は平等がいいんだっていうんだったら、 まあ最初からみんなと同じような結果に満足してね、そこで不満を抱かずに、あ、まあ、自分はね、周りの人た,人たちと共感し合いっていうのが一番のね、えー、夢だから、まあ、それができてるんだったら、まあ結果っていうのはね、別に自分は、あの、特にね、突出した結果が出なくてもいいと、周りの人と同じぐらいでいいんだっていうふうに満足してね、みんなと共感し合いながら生きていく方がよっぽど幸せなわけですよ。 変に夢を見てね、自分で成功したいんだとかね、周りの人を出し抜いて自分がね、目立つんだとか自分がお金持ちになってね、周りの人よりもね、裕福な生活をするんだっていうふうに中途半端に思う必要ないわけですよね中途半端に成功したいなんて思う必要がないってことなんですよで、まあ、優先順位がね、自分は必ず成功して自由を手に入れるんだっていうふうに決めたんだったらみんなと同じ結果だったらダメなわけですよね 自分だけ頭一つも二つも飛び出してなかったら成功なんてできるわけないわけですよ。だから考え方っていうのもみんなと同じじゃダメってことですよね。周りのみんなと同じような考え方、同じような行動をとっていたら絶対に結果っていうのは周りの人と同じな結果が出るわけですから、やっぱり頭一つ二つ飛び出しているようなね、ちょっと普通じゃ考えられないような考え方をしたり行動していかなかったら、まあ、成功っていうのはできるわけがないってことですよね。だったら最初から平等とか共感なんて言葉を捨ててね、 自分を優先ししてていいくしかないってことですよね。だから、今あなたが幸せに生きられていないっていうんだったら、それは自分自身の優先順位が分かってないってことなんですよ。自分が何を1位としているのかが分かってないってことなんですね。まあ、お金持ちにもなりたいし、まあ、遊んでいたいと、ね、みたいな矛盾した考え方を持っているっていうことですよね。まあ、もちろんお金持ちになった後とは、まあ、自由ですから、まあ、遊んでもいいと思うんですよね。まあ、遊びにいっぱい時間使ってもいいと思うんですよ。 お金持ちになってないうちからね、えー、まあ遊びが優先なんだったらもうずっと遊んでるわけですから、まあ、お金持ちになるための行動とか、ね、考え方っていうのを磨いてないわけですから当然、お金持ちにはなれないわけですよね、な、まあ、れたとしてもすごく時間がかかってしまうということですよねだからきっちりと自分の優先順位っていうのを決めてもう決めたら結果が出るまでがっつりやるんですよ、ある程度、ね、結果が見えるまではもう集中してやるわけですよ。 で、今よりも収入を上げるっていうふうに決めたんだったら、収入が上がるまで、もうそのね、もう一つの遊ぶ時間とかっていうのをね、無駄な時間っていうのを捨てるわけですよね。そして、まあ集中して結果が出るまでやり続けるんですよね。で、ある程度結果が出てきたら、そこでまた考えればいいわけですよ。自分が目指していた結果っていうのをね、達成できたということであれば、そこでまた考えればいいわけですよね。まあ今の結果で満足しているのか、ね、幸せなのか、それとも、 ね、さらに上を目指していくのかということを考えればいいわけですよ、で今出た結果で十分なんだったら、ね、それでも幸せを感じられるという状況なんだったら、今度は優先順位を例えば、ね、遊んでみたいというふうに、ね、変えていってもいいわけですよね、もうビジネスはこれである程度、ねえー、収入が入ってくる、もう土台ができたということであれば、まあ、それを維持するようにして、まあ、残りの時間というのは遊びに使うというのだって別にいいわけじゃないですか。 まあこんなふうに幸せな考え方っていうのは自分の優先順位をしっかり決めてねで決めた方向にしっかりと生きていられるかどうかによって決まってくるというのが今回の話になります今回の動画があなたの何かの良い気づきになったということであれば高評価 SNS 等への動画拡散をよろしくお願いします チャンネル登録いただきますと、新着動画の通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。動画の下記にメルマガ登録 URL もありますので、メルマガ登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。